嫉妬、欲望、仮面。これはそんな魔物が潜む夜の世界で、一人の女性が頂点を目指す物語ではない。これは貧乏貯金ゼロの OL がキャバ嬢を始める物語である。え、バレちゃったの？バイト辞めてほしいって言われちゃった。客に媚び売って金取ったり体とか触られたり。最低じゃん。やめてほしい。私にとってキャバ嬢の仕事ってなんだろう。もちろんお金のためでもあるけど。そういえば私たちあと1ヶ月で指名ノルマ発生しちゃうね。クリアできなかったら罰金あるんだよね。今からコツコツ営業しとかないと。私お客様にメールとか電話全然してないや。小田です。営業メールはキャバ嬢の基本です。ビジネスでも贈り物をもらえば礼状、お礼の電話、メールが当たり前ですよね。来てくれたお客様にも感謝を忘れない。 I'm don't forget。 そういう積み重ねが締めにもつながるんです。ここで一つテクニックを。メールは相手を巻き込んだ内容にすること。自分のことを一方的に話すのではなく、〇〇さんはどう思いますか、〇〇さんはどう思いますか、〇〇さんはどう思いますかなど聞いたりして、相手に合わせた内容にすることがとっても大切。私も今日から営業メール始めなきゃ。お席に着いた七子です。今日はとても楽しかったです。次はもっとゆっくり話せたらいいですね。七子。メールありがとう。お店が休みの日に食事行こうよ。どうも。お店何時に終わんの？飲みに行こうよ。やらせてくれんなら店行くよ。なんなのよ。どうしたの？お客様に営業のメール送ったんですけど、どの人もお店以外で会いたがるんです。七子ちゃん、これこそが本当のスタートよ。え？そうそう、これがお客とキャバ嬢の真の戦いなのよ。あからさまに店に来てほしいみたいな内容だとお客は冷めちゃうし、営業は根気と強いメンタルが必要なのよね。あの涼香さんでさえ更衣室でブチギレてたしね。はい、それでは失礼します。叫んだっつーの、いいから店来いよクソ親父。あの涼香さんが。こんな言い方あれだけど、キャバクラって大人の幼稚園みたいなんだよね。大人の幼稚園？わかる。男の人って何歳でも子供っぽいところがあるし、わがままだし、自分が一番だし、気が多いし、下ネタ好きだしね。まだまだ頑張らないと本当に一人前のキャバ嬢にはなれないんだ。お客様に接するほど成長できるはずよ。頑張ります。私ね、キャバ嬢を始めたのはお金のためだったんだ。でも今はお金のためだけじゃなくて、この仕事を続けたいなって思えて。私キャバ嬢を続けたい。ねえ、田本君。ん？ちょっと話あるんだけど。私たち別れよ。なんで？俺別に別れたいとは言ってないよ。うん。でも私やっぱりキャバ嬢の仕事続けたいんだ。確かにキャバ嬢は
タモツくんが言うみたいに悪いイメージがあるかもしれないけど、土日でこんなお客さんやだね、いきなり。いや、びっくりしました。申し訳ないね。どんなお客さんとも向き合って仲良くなる力を身につけられたり、精神力も鍛えられて、会社でもちょっとのことじゃへこまなくなったし。やればできるじゃない。ななこちゃん今日気合入ってる。無頓着だったメイクやおしゃれの楽しさも知ったり。ほら、笑顔。目標に向かって頑張ってる素敵な仲間、憧れる女性にも出会えてありがとうございました。 Thank you very much。 ありがとうございます。今までなんとなく仕事しててやりがいも感じなかったけど、キャバ嬢やって初めて働くことが楽しいって感じたんだ。だからもう少しこの仕事に挑戦していたい。じゃあ結婚しようよ。え？俺貯金ないしゲームばっかりしてるし、なのこみたいにやりがいのある仕事もないけど、必ず幸せにするから結婚しようよ。貯金ゼロで仕事にやりがいないって、ちょっと前の私と一緒じゃん。そんなんで結婚なんて計画性なさすぎじゃない？それだけなんだこと別れたくないってことだよ。タモツくんキャバ嬢を見下すようなこと言ってたけど、みんなタモツくんよりしっかりした子たちだよ。人のこと悪く言う前に自分がもっとしっかりしなよ。んだよ、自分がちょっと稼げるようになったからって偉そうに。え？見下されるような仕事だろ。キャバ嬢やってるような女なんてこっちから願い下げなんだよ。こうしてタモツくんとの恋は終わった。でも今までの恋と違って悲しくはなくて、すごく前向きな気持ち。ななこちゃんおはよう、また店行くね。その時は部下連れてくわ。タミヤさん、この間はありがとうございました。ぜひぜひ今度は。あ、小泉、ずいぶん早いな。おはようございます。うん、今日打ち合わせに出す原稿ってどうなってる？あ、それならもうできてます。一応2パターン作っておきました。うん、最近いいね。それに女子力上がったんじゃないの？それはどうも。ところでさ、小泉、これから少し営業の方も手伝ってもらえないかと思ってんだけど。私がですか？うん、お前の接客評判いいからさ、外に出てみたらいいんじゃないかと思って。営業？地方に営業行ったら美味しいもんいっぱい食べれるぞ。あ、ただし経費の使いすぎは禁止な。ミーヤは経費でマリさんにお土産買ってんじゃん。わかりました、やってみます。うん、前よりもいろんなことに挑戦してみたい。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。2人とも今月から指名ノルマが発生します。和美さんは10回、七子さんは7回です。ついに。
私たちも新人じゃないんだね。大丈夫ですよ、二人ともとっても可愛いしトークも面白いから。そうですか、うん、ちょっと小田さん、それ私の時も言ってましたよね。え、私も言われた。え、私もそうでしたっけ。調子いいな店長は。黒服は女の子のモチベーションを上げたりメンタルを管理するのが仕事ですから、本日もよろしくお願いします。はい。いい返事で。うわぁ、銀のエンゼルだ。クエクエクエチョコボール、クエクエクエ。ください。銀なら1枚、銀なら5枚、おもちゃの缶詰当たる。病気や怪我で働けなくなった時、医療保険で治療費はカバーされます。でも暮らすためのお金はどうするのでしょうか。え、そのための保険が誕生します。アフワーク。そうなんだ。ご機嫌グリーンだからちゃん、未来の自分という鼓。お風呂上がり花火も上がり、仲良く水分補給、美味しく熱中症対策、新グリーンだから。パッパパンのパーク、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 といきましょう。それローソンで3倍、今ならローソンで D ポイントが3倍貯まる。3倍。広さで遊べ、日産キューブ、ウェブで公開中。靴擦れに足止めされるのはもうおしまい。キズパワーパッドなら痛みを和らげて剥がれにくい。さあ歩き出そう。キズパワーパッド、バンドエイド。働く男たちの聖地、スナンバース新橋です。編集長知ってるわ。教えてあげたいわ。こいつを氷に入れて飲む、料理に合う。しかもプリン体ゼロ、糖類ゼロ、甘くないから食事にストロングッド。それを言いたかったのよ。食事にストロングッド196ストロングゼロドライ。さらに甘くないチューハイ好きの皆さんに朗報です。ビターなレモン、ビターレモン新登場。違うよ。まだ嫌われてるのかな私。めぐみさん、5番テーブルご指名です。はい。めぐみさん、あれどれだっけ、結構前に来たから。何？伊藤様です。え、前にヘルプで着いた時にメモしていて。あ、何？昨日お誕生日だったみたいです。え、めぐみさん、僕ケーキ買ってきますね。いらっしゃいませ。伊藤様。めぐみちゃん、しばらく来れなかったけど覚えててくれたんだ。もちろんです。嬉しいな。伊藤様、何を思いますか。じゃあ、めぐみちゃんが作ってくれる。せーの、ハッピーバースデー。ありがとうございます。一日遅れちゃったけど、ハッピーバースデー、伊藤さん。誕生日まで覚えててくれて感激だよ。もちろんです。泣かないで伊藤さん。大丈夫ですか。乾杯。乾杯。よし、ホール、ケーキしてこい。はい。あの、はい、さっきはありがとう。いえ、
嫌なこと言っちゃってごめんね。ねえ、今度私の似顔絵名刺に書いてよ。え？あの子が書いたんですよって奈々子ちゃんのこと宣伝してあげる。めぐみさん、一回だけね。さっきの借り返したいだけだから。わかりました。奈々子さん、先ほどのめぐみさんの対応素晴らしかったです。ノートのおかげです。キャバ嬢の仕事ってチームプレーでもあるんですよ。そうなんですか。ええ、ヘルプってやる気が出ないなって子がいるんですが、それは違います。ヘルプでいいフォローすれば逆の立場になった時必ず自分に返ってくる。それぞれが火花散らし合ってるからチームプレーなんてありえないって思ってたけど、キャバ嬢の仕事って知れば知るほど面白い。相性のいい女の子を同じ席につけたりヘルプにつけたり見極めるのは黒服の仕事ですけどね。なあカオル。はい、僕もつけ回しできるまでお店にいたかったです。え？いや、こいつね今日でこの店辞めるんです。え？そうなの？はい、実はオーディションに受かって来週から映画の撮影なんです。そうなんだ、おめでとう。頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。奈々子さん、指名が入りましたよ。はい、頼んだぞ。はい。ご機嫌グリーンだからちゃん、未来の自分という鈴み。お風呂上がり花火も上がり仲良く水分補給。おいしく熱中症対策、新グリーンだから。昨日までたどり着けなかった場所へ、エクストレイルハイブリッド。やっちゃえ日産。バイトするなら タンワークバイトするならタンワークリクルート。高いことをありがたがる、なんかそういうのって嫌なんです。今時の贅沢ってもっと身近にあるんじゃないの。おいしくなっても森永乳業。病気や怪我で働けなくなった時、医療保険で治療費はカバーされます。でも暮らすためのお金はどうするのでしょうか。え？そのための保険が誕生します。アフワーク。そうなんだ。僕は楽しんでいる。それは世界が称賛した軽やかで豊かなうまさ。カオルエール金賞受賞、フルーティーなプレミアムはいかがですか。ついにアクアだ。ラブライブスクールアイドルフェスティバル。スクールアイドルフェスティバルについにアクアが本格参加。みんなでシャンシャンしてみよう。スクフェスで検索。武士も。はい、ナナコ。ステイブさん、失礼します。 I brought my friend tonight。フレンド？私の友達。あ、こんばんは、川口です。ナナコです。スティーブさんとはお友達なんですか？仕事で知り合ったんですよ。スティーブ、ナナコさんの話ばっかりしてて。私の話ですか？絵がとても上手だと聞きました。よかったら僕にも描いてくれませんか？はい。何がおかしいです。今日はありがとうございました。スティーブの言う通り、ナナコさんは素敵な女性ですね。絵もうまいですし。素敵だなんてそんな。ナナコさんは漫画とかも描いてるんですか？漫画なんて無理ですよ。
Manga is fantastic. Nanako さんならできそうな気もしますけど。そうですか。実は僕、出版社に勤めてるんです。ウエストプレス？書いてみたらどうですか？漫画。漫画か。ナナコなら漫画家なれます。そこまで言うなら挑戦してみようかな。応援しますよ。チェーズ。じゃあまた。また。漫画楽しみにしています。はい、ありがとうございました。スティーブ、おやすみなさい。ちょっと何なのよ今の礼は。頭を一瞬下げただけじゃ失礼でしょ。もっと感謝を込めてお辞儀しないと。はい、すいません。キャバ嬢の仕事はただ指名が取れればいいってものじゃないのよ。一番大切なのは礼儀。礼儀？はい、これから気をつけます。おい、なんだよこの店は。気が利かない女ばっかりつけやがって。逆だぞこっち。姫野ちゃん、ちょっとちょっとこっち来なさい。ちょっと飲みすぎじゃないですか。姫野ちゃん、こんな店いいからさ、これから外行って飲もう。まだ来たばっかりじゃないですか。だよ、客の言うこと聞けないの？いつも外でもサービスしてんだろ。まただ。高い時給もらってんだからさ、中ぐらい平気でしょ。そういうことしてお金稼いでる仕事なんだからさ。自分の彼女がキャバ嬢やってるとか、行くわ。見下されるような仕事がキャバ嬢やってるような女なんて。いつでもどこでもサービスするほどキャバ嬢はおバカじゃないんですよ。まずはお店でサービスします。へえ、じゃあまずはお店でサービスしてもらおっかな。サービスしてほしいなら私を惚れさせてくれないと。次は指名してくれますよね。うん、もちろん。飲みましょうか。今のが姫野さんのツンデレ。私が男だったら絶対惚れてる。店内恋愛禁止じゃなければな。店長卒業しようかな。え、まさか店長？青井さん、お願いします。はい。姫野さん、さっきかっこよかったです。え？私まだキャバ嬢に悪いイメージ持ってるお客さん気にしちゃうので。私たちは何も悪いことしてないんだから堂々としてればいいじゃない。姫野さんは私の憧れなんです。姫野さんは私のこと好きじゃないと思いますけど。私が奈々子ちゃんを嫌ってる？奈々子ちゃん、昔の私見てるみたいで、つい厳しくしちゃって。実は入った頃、私もジャガイモとか呼ばれてたのよ。へー。あの時は大変だったな。姫野さん、詳しく教えてください。ジャガイモって言われるのがもうすっごい悔しくて。だから1ヶ月でナンバーワンですか。そう、だから奈々子ちゃんも頑張ってね。はい、頑張ります。お願いします。
新しい道へ進めばいろんな困難がある。奈々子さん、お願いします。はい。でもその中にはたくさんの宝物を見つけることができる。大丈夫？元気出して。リラックス。自信持って。笑顔笑顔。お客様の気持ちを考えて。基本が大事だよ。堂々とね。もっと冒険して自分を成長させたい。小泉奈々子、26歳。昼は OL、 夜はキャバ嬢。私の冒険はこれから始まる。いらっしゃいませ。